野田あゆみの新曲で、木曜劇場、私の宝物、フジテレビ系主題歌、明日のメガボルトが、本日11月14日21時より、プレミア公開される。同楽曲は、繊細なピアノとバイオリンのサウンド、そして、野田の聴き手を引きつける歌声が、特徴的なバラードに、11月13日に YouTube ショーツや TikTok で公開された映像コンテンツには、メガボルトの世界観とつながる花の画像が使用されている。メガボルト情報、明日11月14日21時より、野田あゆみ YouTube チャンネルにて、プレミア公開、YouTube、https://www.youtube.com、野田あゆみ、タイアップ情報ドラマ、私の宝物、公式 HP、https://www.fujitv.co.jp/takaramono/公式 X、旧 Twitter、https://x.com/takaramono、富士、公式 Instagram、https://www.instagram.com/takaramono、富士ジトブ、公式 TikTok、https://www.tiktok.com/宝物富士飛ぶ関連リンクのだあゆみ X、旧 Twitter、https://twitter.com/emiko617 Instagram、https://www.instagram.com/noda-emi YouTube、https://www.youtube.com/noda-emi TikTok、https://www.tiktok.com/noda-emi公式 HP、https://www.nodaemi.com/明日250円 Amazon で、詳細を見る、リアルサウンド編集部フォロー、オンスン操作ウェブサイト、あなたが知りたい、音楽情報をいち早くお届け。シーンの最新トレンドや今気になるアーティストをピックアップし、わかりやすく、そして詳しくお伝えしていきます。毎月更新の特集企画もお楽しみに。最新情報は Twitter、撮り下ろしのインタビュー写真は Instagram、オリジナル動画は YouTube をチェック。リアルサウンド編集部の記事一覧はこちら。